弟嫁の祖母さんが入院したそうで、弟嫁が帰省。連れて帰っても、子供の面倒が見れないとかで、小児女と年長男と年少女の性鉄を我が家に預けていった。近距離で、普段から我が家に入り浸ってる子たちだから、別にいいんだけど。弟嫁は、どうにもおしゃれとかに無頓着でね。子供たちの服は基本うちからのお下がりなのに、どうしてこれよってくらい。コーディネートがダサダサ。うちの子たちは高校生だから古いんだけど、私もそんなにおしゃれじゃないから。当たり障りのないデザインが多くて、流行あんまり関係ないのばかりなのに。フリフリブラウスにジャージとか、ベルボトムの長ズボンとか、買う必要ないくらいたくさんあるんだから。わざわざそんなの着せなくてもってのも着せたりする。ブランド物もたくさんあるのに、外食に誘ったらくたくたよれよれの服着せてたり。子供たちの髪の毛もボサボサで、メイの髪は適当に踏んじばってる感じ。一応弟嫁に断って、子供たちを美容院へ連れて行った。おいは美容院仕様のおしゃれスポーツ狩り。メイたちは長さを揃えてもらった。毎朝、かつて娘にしていたように、可愛く髪を結んでやって。娘が服をコーディネート。夏祭りには、浴衣を着せて、髪も可愛くセット。メイたちも女の子だから可愛くしてもらって大喜び。特に、長女は友達にも褒められて。今までの自分が恥ずかしくて嫌になるとまで言ったよ。そうしたら戻ってきた弟嫁が怒って文句言ってきた。毎朝、メイたちは、おばちゃんみたいに可愛く結んで、と言うんだって。別に、特別な結び方じゃないよ。ただのツインテールだし。ちゃんと、結び方は何度も教えたんだよ。ちゃんと結んでやりなよと言ったら、弟嫁、頭に来て、メイたちを美容院へ連れて行って、髪を短くしようとしたらしいけど、希望を、弟嫁が美容師に伝えたところで、長女が泣いて抵抗して、わしを連れて逃亡。逃亡先は実家だったので、母が弟に連絡して、がっつり怒られたらしい。服装も髪型も、ママを当てにしない。妹の髪も自分がやると、長女が宣言したらしい。それが先週末なんだけど、今のところ、毎朝、メイたちが我が家にやってきて、髪を結んでやると帰っていくよ。弟嫁、悪い子じゃないんだけど、なんだかな。